いや、考えられないでしょ。まあ、考えられねえわ。どういうこと、マジで。いや、もうね、誰これ言い出したの。勝業とか。バカでしょ。バカでしょ。言い出した人。俺、温泉入りてえって言ったんだよ。温泉に入りたいって。意味がわかんねえわ。はい、誇りお兄さん、ワド2。いや、もう、ワド2じゃねえよ、もう。超こへんだけど。超怖えんだけど。待ってました。すいません、お待たせして。超怖いんだけど。ねえ、あと、機材買うのとんでもなくて、ライト2つ買ったんだけど、この、1万円くらいかかったから、後でお金持ちの人よろしくお願いしますよ、ほんと。すごいよ、もう。予算がすごいかかってるよ、今回。このライト。雰囲気出るでしょ？すごいお金かけてますからね。何があったのじゃない。これから、あれだよ。心霊配信ですよ。イヤトツの旅なのに、うん。あ、そうそう。あのね、今回ね、今千葉にいるんだけど、車でこの心霊スポットまで、送っていただきましたよ。なので、2名、カウントさせてください。ご夫婦でね、リヤトツしていただいたんで。今、ここはどこだ？東金？千葉の、東金ですね。ちょっと、場所変えますね。いやーもう大変だよ、本当に。見えてる？ちょっと電波チェックさせて。みんな見れてたら手挙げて。見れてたら手挙げてください。映像と音声問題なかったら手挙げて。ちょっとね、電波が不安定な可能性があるから、新しい場所なんで、見えてる BJ？ 完璧？パーフェクト？パーフェクト？大丈夫？ OK ですか？まあ、みんな見れてる。じゃあ行くか。行くか。今日本当ありがとうございます。すいません、本当に。もう本当助かりました。ありがとうございます。あれ？なんですか？その、なんかおしゃれっすよね、服。僕、なんか、キャデラックとか、なんか、わかんないですけど、そういうなんか、服好きなんですけど。トラックですね。これ、どんな感じですか？ニューハイミーティング。ニューハイミーティング。はい。はい。4月16日に。ちょっと待ってください。はい、ライトアップするんで。はい、これです。ニューハイミーティング。はい。これ何なんですか？その。これですね。ほうほうほう。このトラックが、はい、トラックが集まって、まあ、見せ合いっこするみたいな。そうですね。へー、はい。これハイドロとか組んでる感じなんですか？エアサスとか、はい、そうですね。へー、かっこいい。はい、いつでしたっけ、場所？ですね、静岡で。はい。4月16日ですね。おー。日曜日に。静岡で。はい。へー。休んで。はい。イベントだね。うん。完璧。あ、映像完璧。あ、ありがとうございます。すいません、なんか絡んじゃって。4月になんかトラックのイベントがあるんだって。俺それ行こうかな、取材に。うん。免許持ってないけど。え、お金、車、結構お金かけてるんですか？あ、そうですね。いくらくらいかけてるんですか？あんま、ちょ、ドキュンって言われちゃうかもしれないけど。はいはい。今のところ150。150？ やば。でもまだこれからですね。これからガンガンかけてくるんですか？え、奥さん、おこでしょ、それ。おこです。どうなんですか、旦那さんが。旦那さんが150万。うん。おこですよね。もう相馬突き抜けてガンガン行ってください、もう。はい、1000万ぐらいかけちゃいましょう。はい、おい、みんな70名さんいらっしゃい。ワドツでーす。ライトがないときついな。ワドツ。うん。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、招待します、はい。ご支援いただきました。ありがとうございます。ご支援いただきました。イベントだけでも100万かかるレベルなんだ。あ、リスナーさんでもやっぱ詳しい人いるんだね。100万からじゃないとイベントに出れないレベルなんだ。はぁ、すごい世界や。はい、ワド2、たくみさんいらっしゃい、マミリンさんいらっしゃい。今から、企画ですよ。趣味はお金かかるもんね。かかる。おー、のんちゃんいらっしゃい、ワド2。よいしょ。ペイント？あ、ペイントね。ペイントだけで100万かかるんだ。イベントじゃないか。ペイントだけで、すげえな。
でもかっこいいよね。男のロマンだからね。これはね、女性に分からなくてもね、やっぱ男はね、かっこよさを追求する生き物だから。よいしょ。すいません、ありがとうございます。ぜひ。ありがとうございます。よろしくお願いします、今後とも。ありがとうございます。なんで心霊配信することになったの？じゃあ、ロハコさんの家に泊まってて、でね、俺は温泉入りたいって言ったの。で、そしたら、なぜか、いい心霊スポットあるよって話になって、そこ、お風呂もついてるよっていうことになって、なぜか泊まることになった。意味がわからないでしょ。うん。行くよ、今から。すいません、車出していただいて、ほんと、あ、こんなに画像綺麗なんですか？めちゃめちゃクオリティ高いじゃないですか。テレビじゃないですか。びっくりするわ。俺の配信すげえな。ごめんなさい、これ。ゴミ捨てていただいたりしてお願いしてもいいですか？ほんとごめんなさい。ありがとうございます。これさ、ライト、買ったよ、ライトセーバー。でっかいの。もう完璧だよ。ほら。完璧だから。行くよ。さあ。じゃあ行きます。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。はい、よし。気をつけます。花道を作っていただけるんですか？これどうしようかな。私は心霊スポットを潜入しますよ。おい、ワド2、初見です、ワド2。ワド2って初見さん言わないでしょ。完全に俺のこと知ってるでしょ。うん、よいしょ。ちょっと一回出ますか。あー、やばいやばいやばい。やばいやばい。やばい、大丈夫？みんな。大丈夫？放送大丈夫？見えてる？見えてたら手挙げて。今、引っかかっちゃったコードが。見えてる？よいしょ。もう見えてるね。ちょっと待ってて。アンズさん、すいません、ありがとうございます。頑張ります。じゃあ、行くぜ、みんな。行くぜ。荷物忘れ物ないよな。大丈夫だよな。お邪魔しました。ありがとうございます。あ、大丈夫です、大丈夫です。じゃあ、今から行こうと思います。頑張ります。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。片手すいません。ありがとうございます。気をつけて。行ってきます。なんかあったら電話ください。なんかあるパターン嫌なんですけど、自分的には。いやー、行きます。行ってきます。ちょっとさ、どれくらいやばいかわからないでしょ。こんな感じだよ。ちょっとカメラの設定しようか。わかる？この感じ。俺、ここに止まんだよ。みんな。わかりる？ねえ。伝わる？この怖さ、俺の。どれくらいのサイズにしようか。画像止まったりしたらすぐ教えてね。左上がいいかな。ワイプどこがいい？ワイプここでいい？オッケー。ワイプここでいい？オッケー。オッケー。川、川、下水の音。行くよ。わかりる。これだぜ。ねえ、見える？うわ、あ、ガガ、ガガ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 。ちょ、待って。伝わらねえかな。ちょっと待ってね。見えるかな、これで。これで OK？ どう？こんな感じしか伝わんねえ。怖っ。怖っ。
いや、レディーガガとかじゃないでしょ。いや、超怖えんだけど。カエルも泣いてるよ。いや、マジかよ。いや、マジかよ。こう、ちなみに日本最強の心霊スポットって言われてるからね。いや、日本最強の心霊スポットって言われてる。設定がわかんねえな。どうすればいいんだろう。ちょっと、設定変えようか。カメラの設定変えるわ。ちょっと待ってね。もう一個のカメラの方がいいかな。これ全然見えないもんね。いや、バイオハザードどころじゃないでしょ、これ。これ見えないよね、これさ。見えないよね。見える?大丈夫?見える?これでいい?これ広角にできないのかな?ちょっと待って、設定する。どっか、なんだこれ、怖えな。見える?なんだよ、この怖さ。ちょっと待って、あそこに行こう。あそこに行きます。ライトも設定するわ。怖すぎるだろ、いくらなんでも。ごめん。頭にライトつけらんないよ。無理無理。でも1万円かかったよ、ライトだけで。ライトだけで1万円かけてっかんね。懐中電灯2発。これとこれ。2発買って。1万円だぜ、電池代とか入れたら。ふざけんなよ、ほんと。金かかりすぎなんだって。配信業。あ、できた、できた。できた。これで見えるかな?これで見えるかな?こんな感じ?あ、違う。どう?見える?ん?見えねえかな。これだったら見えるでしょ?なんとなく。これでいくか。いやー、マジか。ここで一服していいっすか?タバコ吸っていい?マジ怖えーな。きついよ。はあ。きついって。ねえ。無理ゲーだよ。相変わらず画質は神ってるな。電波もある?大丈夫?電波ある?これ電波なかったら最悪だからな。電波ある。あ、電波2本じゃん。大丈夫?見えてる?電波2本しかねえよ。5本中。見えてる?うん。きついなぁ。足元だけ気をつけるわ。誰か来たんだけど。車が来た。神画質の心霊配信だかんね。U ターンしてどっか行ったわ。俺の顔と二つ出した方がいいの?俺の顔も見たいの?みんな。俺の顔も見たい?外の映像とワイプで俺の顔出した方がいい。画質は綺麗なんだ。よかったよかった。超怖えよ。本当に。ありえないぐらい。マジで一泊すんの?ありえねえな。ロコさんいらっしゃい。まあ、とりあえず中にどうやって入るかだよな。
心霊現象嫌だからそういうのやめて。音は問題ない、この大きさで。音量は。もっと上げろとか下げろとか今のうち言って。いや、ライトの設定変えたから、こう、1600ルーメン使ってるから、大丈夫だと思うよ、もう。例えば、見てみようか。例えば、ほら、もう見えるっしょ。もう見えるっしょ。ほら。うん。大丈夫っしょ。もう多分大丈夫だと思うんだよね。もう大丈夫っしょ。もう大丈夫っしょ、みんな。オッケーじゃない？外も大丈夫だと思うよ。ふわっちめっちゃ重いんだ今日は。なんだろうね。電波があるかどうか不安なんだよね。雨は止んでる。ちょうどいい音。じゃ、タイムラグを測りたいんで、5秒カウントで手を挙げてください。5、4、3、2、1、手挙げお願いします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10秒、10秒ラグ、問題ない。ラグは問題ない。うん。ラグ問題ないっす。じゃあ、ルール決めようか。今から。ルール決めようか。とりあえず30分限定放送にします。30分限定放送で、花火一発上がるたびに5分延長します。これで OK？ 画質上げてるからね、ちょっとラグいの。高画質配信だから。30分限定配信です。この。で、花火一発につき5分延長です。OK？ ルール。オッケーですか？オッケーだった。オッケー。30分限定。で、5分延長ごとに、滞在時間5分増える。オッケー。オッケー。ルール分かった？音大きい？10分じゃ。いや、5分だろう。こ、え？なんか落とした、今。なんか落としたんだけど。オッケーね。おー、ハチいらっしゃい。じゃあ行くよ。もう帰りてえよ、俺。もう帰りてえよ。いや、5分、5分。5分が限界よ、俺。体張るからさ。5分、5分。誰か今ここやって。今ここ、どういう流れでこうなったか、誰か解説して。コメントで。協力してくれいい。最初から見てないからしょうがないよね。行きます。行きます。OK でしょうか。重い？固まる？どう？重い今。見えてない？今見えてない？見えてないっすか？見えてる？ちょっと待って。機材が多すぎる。これ消すとダメだな。行くよ。重いって何？見えてる？カクカク？見えてない？
見えてない。見えてない。どう？音声のみ？え、やめるじゃ。やめる？もうやめたいんだけど俺。やめます？重すぎる。どうすればいいのじゃ、重いって言われたって。俺はどうすればいいの？え、急になったの？急になったの？ダメ？あーもう、クリップが、これスタッフいないと無理だよ。スタッフいないと無理だよ、こんなの。荷物が多すぎる。カクつく、音なくなった。普通に見れてる？どっち？どっち？あー、ちょっと待って。このクリップがダメだな。今日重い。行っていいの？大丈夫なの？そこだけわかんないんだけど。行ってオッケーなのかどうかはわかんないんだけど。見えてない？見えてない？どう？映像来た？あれ？ちょっと待って待って待って。え、何こ、今の声。今の声何？今声したよね。いい感じ。ちょっと待って。オッケー。入るよ。行くよ。怖えな。いや、今の声何？じゃあ30分こっからスタートだよ。30分スタートです。時間計ってよ、みんな。時間計ってよ。23分スタートです。行きまーす。あ！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 え？何今の声？怖っ。声聞こえたよね。ちょっと待って。うわっ、マジか。嘘。こんな感じかよ。声聞こえたよね、今。なに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 。うわ、でけえな。見れてる？でかくない？すげえでかいんだけど。やば。ちょっとじゃあ、この部屋の中入りますよ、とりあえず。ここ。ここ、何これ？拠点ここにする？いや、女の声したんだけど。拠点ここでいい。ああ、危ねえ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 
危ねえよ、これ、こん中入るところだったわ。やば。ここ拠点にしようか。ボイラー室かな。ここ拠点にしてもいいですか。ここセーブポイントにしよう。ここセーブポイントにします。セーブポイント発見です。とりあえずセーブポイント見つけたんで、ここセーブポイントにしましょう。ここがセーブポイントです、僕の。ここ。 OK。 セーブポイントで OK。 ここ、で、ランタンここにつけたから。やばいよね、ここ。俺のワイプいる？俺のワイプいる？これ。いや、マジでやばいっしょ、ここは。ここは、殺人事件があったビルっすね。バラバラ殺人が分かったビルです。じゃあ、行きますか。進む？進むよ、じゃあ。ちょっと待って、カメラの設定だけ直したい。カメラの角度だけ直したいわ。いや、人いないよ。人いない。これくらいかな。もうちょい下かな。こんな感じで OK かな。これくらいか。角度的に言うと。これで OK？ これ見やすいね。これで行こうか。これで OK？ ちょっとさ、5分はいいけど、タバコ吸ってもいい？タバコタイム取っていい？タバコタイム。いや、ここ日本一の心霊スポットだよ。タバコタイム取っていい？タバコタイム。タバコタイムです。落ち着かねえよ。俺のワイプいらなくねえか。一旦落ち着こう。いや、じゃあメンタル強えな。じゃねえ、めちゃめちゃ怖えぞ、ここ。いや、1位2位を争うぐらい有名なところね。その怖さじゃなくて、有名度で言ったらここは超有名。いや、30分間探検をするんだけど、花火が一発上がるたびに5分延長。花火が一発上がるたびに5分延長っていうルール。ワイプは必要？ワイプは必要？こっち側の方が見やすいかな、顔。こっちにしようか。うん。この方がいいよね、多分。あ、こっちもあるとでかいな、やっぱり。これ二つ必要だな、ライト。うん。ワイプもっとでかめ？ワイプもうちょいでかめ。これくらいかな？これくらいで OK、ワイプ。怖。いや、先客はいない。うん。ここは今、ボイラー室かな。多分、ボイラーがあるから。うん。いや、リアルバイオハザードでしょ、これ。いや、ワイプ小さい方がいいでしょ、もうちょい。これくらいの方が良くない？先客いないよ。じゃあ、絶対会うから。先客いたら。バラバラ殺人があったとこっすよ。そうっす。先客絶対いない。断言できる。絶対会うから。
構造上入り口一つしかないから。ありえない。いや、お腹にこのライトつけるか。こうすれば、お腹にライトつければ、これでいいか。まあ、これでいい感じだね。これいいじゃん。いい感じになった。これでよくない？うん。これでいいね。完璧じゃない？テレビクオリティでしょ、完全な。テレビクオリティでしょ。3人くらいの女の声聞こえた？外じゃないの？嘘。まあ、今、タバコ中だからまだ時間減らさないよ。花火一発につき5分延長。もう帰りてえ、俺。マジで。この怖さわかる？うん。だって、まあ、外道路だから、外のラブホじゃないの。向こうがラブホだから。でも、この距離で聞こえるか？この距離で聞こえる距離かな。ちょっと変だね。配電盤は全部取られてんのかな。一人で来たよ。送ってもらったけどね、リスナーさんに。配電盤は全部潰れてるね。何もないか。リアルバイオハザードでしょ、こんなの。聞こえなかったよ、女の声。塩なんか持ってきてない。うん。わかんない、女の声。後で検証枠やって。殺人現場わかんない。その、詳しい人コメント書いて。うん。でも、確実にその、死んだのは本当だから。ニャニャンさんいらっしゃい。ここはね、活業かな。うん。裏には何もないよ。ここが、その、ボイラー室なんだよ、多分。ホテルの。ホテルのボイラー室かな。引きで見る？入り口から見ると、こんな感じ。有名でしょ？こんな感じ。山本？ダイイングメッセージあったよ。これ完全にダイイングメッセージでしょ。これ山本の仕業でしょ。戸村のパイ。戸村のパイがあるな。ダイイングメッセージだらけだわ。戸村のパイ。山本。ここ有名だよね。女の子が拉致されて殺されたところ。そう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 。何今の音。なんか落としたよね。え？人いる？人の声した？なんだここ。え、何？怖えな、出たくねえな、こっから出たくねえもう。こっから出たくねえな。こっから出たくねえよ、俺。声したよね。あ、これこうやってやんのか。おー、楽だ。うん。犬の声か。先客いるかもね。じゃあ行くよ。ルールもう一回確認します。30分間限定で、旅をします。旅っていうか、ルートを巡ります。で、30分延長、5分延長するのに花火一発です。行きます。
行くよ。準備 OK だったら手を挙げてください。準備 OK ですか？花火一発につき、花火一発につき、花火一発につき5分延長。OK。行くよ。怖え。行くよ。下手したら止まりだかんな。行くよ。フロントがここか。たくさん花火来たら止まりっすね。うわー、10分延長でーす。怖いし、でけえな。でかいぞ。でかいな。まず、こっから行くか。いやー、マジか。何の音？え、誰？何？何の音？怖。何これ？今日花火いらないっす。え、何の音？何の音？え？何？誰今？誰誰誰？何？今、うーって聞こえたよね。やめて、もう。え、うーって男の人の声しなかった？え？誰かいますか？え？誰かいる？え？人間ですか？あ、人間ですか？どちらにいます？ここってどこだろう？え、一緒に回りません？もしよかったら。怖いっす。え、どこですか？一緒に回りましょう？あ、行きます、行きます。え、行けない？こっち、ああ、よかった。よかった。人だ。どうやって行こう？どうしよう。あ、こっちで待ってます。一人です。あ、一人ですけど、生放送で今400人の仲間がいます、僕。ふわっちですね。よかった、パーティーが増えた。パーティーが増えた、よかった。先客が、先客っていうか、俺の方が中にいて、奥、別ルートから入ってきてるね。よかった、よかった。完全に仲間増えたでしょ。ああ、よかった。よかった、よかった。助かったわ。満月ですね。フルムーンです。いや、人間でよかったよ。どうも、こんばんは。ああ、どうもどうも。あ、いいですよ、いいですよ、全然。僕31です。あ、大丈夫です、大丈夫です。でも、いやいやいや、声聞こえたんで、超怖かったんですよ。おいくつぐらいの方ですか？若っ！ 16？ いや、出歩いてたらダメでしょ、この時間。うん。とも、はじめまして。はじめまして。顔映っても大丈夫？大丈夫？有名になってくれる保証があるなら。僕、あれ、ニコ生で、あれっすよ。5000人込みぐらいっすよ。すごっ。めっちゃ有名今、じゃん。400人ぐらい見てますよ。じゃあちょっと、お兄さん行ってください。はい、行きましょう。あ。よく一人で来れますいね。や、困ろうかなと思って。困る？困る？ここに？はい、はい、え、何を考えてるんですか？ちょっと頭おかしいんですよ。じゃあちょっとお兄さん、どうぞ。はい。
コメントされるんですか？止まる。僕の名前、ワドと言います。ワド。ワド。ワドさん。ワドさん。ワドです。なんかあなたがいると全然怖くないんですけど、大丈夫ですか？あ、じゃあ一人で、どうぞどうぞ。そういうのじゃないじゃないですか。テレビじゃないんで。どうぞどうぞ。懐かしい。怖いな。足場が悪いっすね。そうですね。待って、これ絶対ヒールぶっこけるやつ。いや、俺なんかサンダルぐちょぐちょ。この辺地元なんですか？全然知らない。足立区？足立区？マジで？僕新宿から来てるんで。新宿？はい。足立区？え、お兄さん早く前行ってください。了解です。怖いです。よく一人で来ますね。なんて名前でしたっけ？ワド、ワド。ワド。え、なんでここに泊まろうと思ったんですか？第一、唯一なんで？いや、僕今日本全国旅してるんですよ。すげえ。で、1万人のリスナーさんに会いに行くっていう企画をしてて。かっこいい。で、2日目なんですけど、あの、お化けも、お化けも会おうっていうことで。なんか2階が怖いらしいっすよ。うん。やばい。なんだこれ。エピソン。エピソン。それ人ぐらいいるよ。うん、じゃあ別々に行動しますか、ここからは。なんでですか？ここからは。今友達になったばかりじゃないですか？やっぱり、やっぱ怖くなくなっちゃうんで、そうすね、後で合流にしましょう。絶対合流しないです。後で合流しましょう。それじゃあ、別れまーす。さよなら。さよなら。後で、また。また後で。ちょ、怖えぞ、これ。古いパソコンかな、これ。これ、何かわかる？みんな。これ。なんかタイプライターかな？なんだと思う？これ何かな？エピソンって書いてあるんだよね。エピソン、EX1。レジかな？え？ちょっとこっちにも広場になってるんで、ワープロだ。2階行く？どうする？2階行けるぜ。いや、やっぱ一人でしょ。雨降ってきた？雨は降ってない。さっきのボイラー室は向こうかな。ああ、わかったわかった。作りがわかってきた。これ行こうよ。これ。これ興味ない？みんな。これ、この塔行かない？この塔行こうよ。やっぱね、心霊配信だから体張らないと花火上がんないから。ちょっとこの塔が気になる。これ行こう。ピンクの部屋じゃなくて殺人事件があったのは赤い部屋って呼ばれてる。赤い部屋って呼ばれてる。あ、どういうこと？え、何もないんだけど。え、この2階はどうなってんの？何これ？え、どういうこと？どういうこと？上から見たらこんな高さあるのに、通路もあるのに。通路からじゃないといけないのかな？よいしょ。あ、やっぱさっきのボイラー室だ。さっきのボイラー室だね。ここが繋がってるんだ。うん。登るのは、この上に通路らしきものがあるから、違う入り口っていうか、ラブホテルだから、いっぱい入り口があるんだよね。で、なんつうんだろう。奥行きがあって二部屋の2階建て。フリフリさんいらっしゃい。外階段があった。今、口でなくなってる。階段はね、こういう感じで部屋があって、これ奥の部屋なんだけど、裏口の。これね、これが間取り。で、中には何もない。窓って書くもの持ってないな。で、こっちにも部屋が繋がってるね。で、ここが階段になってるから、一部屋ごとに階段がついてる感じ。
2階行こうか。2階行く ?2 階行きますじゃあ。時間がないから。残り何分?残り何分?40分だよね、今。花火2発だよね。2階行きますよ。赤い部屋っていうのが殺人事件があった部屋だから、その赤い部屋が有名。怖っ。空気変わった。音がしないから怖え。おぉ、やばいだろ、これ。これはやばいだろ。マジかよ。怖すぎるだろ。怖すぎるだろ。マジかよ。リアルバイオハザードでしょ。あ、廊下がある、外の。音がやばい。なに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 ?音なに?音なに?音なに?音なんか何もしてないよ。音なんか何もしてないよ。音なんか何もしてないよ。なに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 ?ちょっと待って、通路見つけた。通路見つけた。え、なにこれ?え、どうやって行くの?この通路。この通路に行くには、何ガシャンガシャン聞こえたんだけど。え、何の音?何と、え、いや、何の音もしないよ?マジで何の音もしないよ。何の音もしないよ。え、何?してないって。してないって。いや、虫なんかいないって。二つカメラつい、え、何?叫び声した。え、何今の。繋がってないんだ。え、何今の。叫び声、うわーって聞こえた。いいや。行くよ。一人だよ。怖すぎるだろ。わー、ホテル、お風呂だ。お風呂っすね。赤い部屋じゃねえかよ、ここ。うわ、ここだ、殺人事件あったの。ここじゃん、赤い部屋。うわ、ここじゃん。ここでしょ。ここだ。うわ、結婚じゃないこれ。俺、いきなり本命来ちゃったの。ここじゃん。やだやだやだ。ここだ。人が死んだの。血痕があるもんね。ここだ。ここが殺害現場だ。ここだ。え、っていうかさ、さっきの通路はどうやって行くの?左側の通路。ないんだけど。これは、ああ、危ねえ。これはどうやって行くのこれ。わかる?ここの通路。ここの通路。ここに行きたいんだけど。どうやって行くんだ?この隣の部屋だ。
隣の部屋だから、どうやって行くんだ？え？どうやって行くんだ？え、どうやって、どうやって行くんだ？ハイホテルですね。おぉ。あ、繋がった繋がった、ここだ。ここだ。怖っ。ここですね。さっきの、あの、上のエリア。螺旋階段があったんだ。リアルバイオ感が半端じゃないよね。え、この上はないの？下に行く階段だわ。下に降りますか？下に降りますよ。一旦下降りよう。ちょっと怖すぎる。怖すぎるわ。怖い怖い怖い。ちょっと休憩所行っていい？ボイラー室に退避、エスケープしていい？ちょっと、タバコ吸おう。これ怖すぎる、怖すぎる。え、どこここ？怖すぎるわ。無理無理無理。無理。ちょっと一服しよう。一服します。怖い、ここ。よし、セーブポイント、誰もいない。セーブポイントに戻ってきました。タバコ吸います。ここやばいな。ここやばいな、マジで。ここヤバタン。ここヤバタンだよ。コンティニューします。今何分経過だ ?20 分経過 ?20 分経過ね。あと20分です。やば。20分経過しました。あとに20分です。今花火何発？ 2 階がやばいね。いや、怖え。怖え。ここは怖くない、そんなに。2ね。じゃあ10分延長だから、今40分。あと残り20分ね。花火一発につき5分延長。いきなり赤い部屋はダメでしょ。でも赤い部屋になったらノイズが走ったって言ってたもんね。うん。今ポーション吸ってるよ。今薬草を吸ってる。これドラクエで言う薬草だから。もっと見たい。50分になりました。残り30分です。ありがとうございます。ちょ、ポーション飲むわ。ポーション飲みます。ポーション飲みます。ポーションと薬草。殺人事件起きたのは、活魚殺人事件で検索したら余裕で出てくる。感想マジで言ってんの、うん、マジで言ってんの。怖すぎるわ。やばいよ。キュルルって聞こえた？ハッチミール匠。あ、サンバカね。サンバカかこい。ハッチミール匠。和道サンバカって呼ばれてる。最初のオフィスコンピューター。あの大きさで世界最小だったんだ。結構最近だね。13年前だ。塩持ってきてないよ。変な音聞こえた？見つめたらダメなんだ。
ついわ、これ。体張りすぎだろ、俺。体張りすぎだろ、いくらなんでも。このライトの機材だけで9000円だかんね。超きついよ。線香の匂いはしない。いや、やだやだやだ、もう。あのね、さっき聞いたの。ドライバーさんがこの辺の地元で、奥さん、あんずさんいたでしょ？あんずさんの裏に住んでたんだって。で、シャブ中だったんだって、もう。あの、車破壊したりとか、有名なヤンキーだったんだって、シャブ中で。で、もう、帰る？マジで？ちょっと待って、帰っちゃうの？帰るの？帰るの？まだ見てない。赤い部屋だけ。殺人。マジで？ありがとね。うん。大丈夫、大丈夫。もしよかったらさ、ふわっちっていうさアプリがあるから、それで今500人見てるから、ふわっちでワドで検索して登録してよ。お願いします。気をつけてね。はい、お疲れ。帰っちゃうね。これで誰もいなくなったよ。うん。これで誰もいなくなった。おお、滑った。うん。31歳で仕事もせずに心霊配信してるお前も怖い。おお、確かにな。これで一人。怖え、マジで、うん。花火上がった嘘。ありがとう、花火。花火上がった？おー、花火5発だから25分だから。マジか。25分プラスです。一回を制覇しない、とりあえずこれ吸い終わったら。まず一回全部制覇しない。一回から。5分延長ありがとうございます、花火。一回制覇しない、一回。どう？怖すぎるだろ、これ。今まで来た中で一番怖えわ。うん。いや、500円に必死だよ、俺。放送時間で言うと、20分経過して、20分だから、残り20、違う、半までだね、半まで。要は、今1時間経過でしょ？半まで。うん。死体隠してた冷蔵庫は押収されたらしい。一回一回。要は、ワンフロア、なんつうの、1F のこと、1F。1F 制覇しようよ。いや、5分で延長。花火一発で5分延長。だから止まるかどうかは、相場の流れ次第。重要証拠だからないね。冷蔵庫は赤い部屋にあったから、さっきの部屋だね。これライト消してみようか、どれくらい怖いか。ライト消すとこんな感じだから。いくよ。5、4、3、2、1。この部屋にいるんだよ、俺。パソコンの明かりで顔が映ってるけど、これだよ？ねえ。これはボイラー室だね。やばいでしょ？この俺、ここにいるんだよ。ね、体張ってるの分かる？これだよ。俺この部屋にいるんだよ。あの、もうしょんべんちびりそうだから今、うん。いや、タバコに時間かけるでしょ。ボケてないでしょ。見えてるでしょ。
映像来てるよね。大丈夫だよね。映像来てる。タバコのね、ここに携帯灰皿あるから。ここに。俺は、あの、携帯灰皿持ってるから。死体は大型冷蔵庫にバラバラに入ってたんだよ。行くよ。そう、放送時間で言うと90分までです、今。行くよ。90分まで。誰かカウント職人よろしく。放送に集中したい。カウント職人。90分まで。で、花火一発につき5分延長ね。行くよ。行くよ。OK だったら手を挙げてください。行くよ。TS 残すよ。これだぜ。なあ。やばくね。やばいっしょ。じゃあ、行きまーす。タバコ吸いに行ってもいいっすか？タバコ吸いに行ってもいい？怖え。いや、一人で来るところじゃねえだろ、こんなの。いや、怖いんだって。この怖さ、ライト消したらこんな感じだぞ、お前ら。なあ。ライト消したらどんくらい怖いかって、お前分かってねえだろ。こんな怖さだぞ。なあ。何にも見えねえんだぞ。めちゃめちゃ怖いっつも。はぁ。また雨の滴る音がやだな。これがさっき言った日本初のコンピューターらしいですね。エピソン X1、EX1、スーパーオフィスコンピューター。すごいよね、こんなのが残ってるっていうのが。これ何年前のなんだろう。もう帰ったよ、さっきの人たち。これが、日本初か世界初か、小型コンピューターだったらしいよ、これが。俺より年上なんだ。40年前。寒いな、空気が。よし、行きますよ。行くよ。怖え。これはね、国の土地らしい、もう。国が買い上げたらしいよ。まあ、私有地じゃないらしい、もう。なんで怖いか。一人だからだよ。彼女と来るところだよ、ここ。天井の穴やばいっすね。リアルバイオハザードでしょ。誰幽霊いないっす。いないっす、いないっす。警察？そうだよ。ちょっと待って待って、カメラ切るから。映像切るから。生放送してるから、ちょっと待って。テレビじゃない、生放送。ちょっと待って、あの、音切るから。うん。苦情が入ってますよ。苦情が入った？うん。どっから？まず、ホテルの真ん前に車止めたら。じゃあ、俺じゃなくて若い子だったの、それ。俺、マンションナンバー違う？
え？ガラスナンバーの系列。違う、俺車の免許持ってないから。それ若い子。別の子だと思う。3人組いたから。この時間に不審な。で別グループが別グループ、さっき会ったの、3人組の子。男女、男と女？うん、女2人の男1人。あ、俺は、車で送ってもらっても、1人で歩きで来てるから。1人で。それは何？俺映すのは構わないんだけども。あ、映、構わない。いいとか悪いとか、それはいいんだけど。いいっす。じゃあこれ、ちょっと見てください。今、560人が見てるんですけど、生放送なんですよ。こういう、これで、こういう映像、こう。たださ、言っちゃ悪いけども、ここに、無断で入る自体が、正式に言うと、法律違反だからね。え、ここって国の所有地ですか？人事さんに許可もらってます？あ、もらってない。ここダメなの？だから、正式に言うと。正式に言うと。お前さんが手錠かけるとかそういう。あ、じゃあ、注意してもらえるんだけどもね。はい。だけども。すいません。真面目な人で。はい。はい。ちゃんとした権威のある人とかだったら。そうですよね。やばいっすよ。そうですよね。はい。何人か来てて、すいません。申し訳ないです。すぐ出た方がいいですか？俺らはこの立場だから、そうですよね。そうしか言いようがない。ですよね。なぜかっていうと、今言ったように、私有地だから。まず、夜中、今日の人は静かだけども、ギャーギャー騒ぐ人がいます。ああ、まあ、心霊スポット。で、今回も、近所から、また来て騒いでるよって。あなたか、そのグループか、その前のグループかわからない。まあ、ギャギャーは騒いではないんですけど、まあまあ、いますよね。耐えられないからできてます。そうですよね。来た時が、ね、5分くらい前に来たんだけども、今日は静かだなっていうのが。あ、結構やっぱ、キャッキャやってるね。ネットでこういう状態でしょ？そうです、そうです。だからそういう人もいるからっていうことで。なるほど、なるほど。わかりました。その、違うグループはどこに行く？車がね、ホテルの前だから。車まだ持ち台に放置されてるんですよ。左？俺左の方から入ってきたの。青いプレハブ。ホテルの出入り口に行く。あ、違います、違います。僕は新宿ですから、住んでんの。ああ。うん。だから、ナラシノのね、1084っていうホンダの車。あ、違います、違います。僕車持ってないです。まだだからどっかに。帰るって言ってましたよ、3人組は。私がそこからそのまま来て、この上がりだから。いや、僕が知ってる限りだと、3人組の女2人、男1人の子が、もうお兄さん帰るわーって、俺らって、俺ここに残るわーって言って、10分前ぐらい。その人たちに会ってないんで。そうですよね。まあでも、僕別にその車ついてっても、僕のじゃないので、まあ、ここにコメント書いてありますけど、これ500人が見てるんで、俺の車持ってないよね、みんな。今答えてくれるんで。あれでも、車持ってませんとか。で、ネットで流してるって、これ今ネットでやってんのこれ。そうです、そうです。ああ。そしたら、また次来るんじゃないか。なんか、その方がネットでやってるらしいっていう話で、やって、話が違うんで。別の人かな。だから他の、うん、他の人が、なんか見てるの、うん、ネットを見てる人が通報したかもしれないね。うん。ネットで実況中継やってるから。そう、生放送やってるから。その見た人が通報したかもしれない。かもしれないですね。じゃあ出ますか。そうですね。迷惑かかっちゃうんで。入ってないわけね。いや、今、撮っていいよって言ったからつけちゃいましたよ。切った方がいいですか。じゃあ、大丈夫。ここね、さっき言ったように、私有地ですから立ち入りがね、あ、ダメだから、はい。聞こえる、入っても構わないんですけども、はい。ここから出るように指導しますから、あ、わかりました。で、車移動したかどうかもう一度確認します。あ、わかりました。ちょっと、外でお疲れ様です。すいません。夜中に。うん。じゃあ、帰りますか。帰りますか。祝電なんで。うん。これお風呂だったのかな。うん。帰りましょう。祝電なんで。だって、祝電入っちゃったのもしょうがないじゃん。帰らないと。うん。祝電した方に言ってよ。ええー、って。俺は帰れるからラッキーだけどね。しょうがないじゃん。すげえな、これ。祝電で、退散です。警察の指導が入ったので。一応まあ、指導っていう形で。はい。帰りまーす。いやー、しょうがないよ、これは。祝電しちゃったんだから。今、警察官も、あ、インターネットでって言ったよな。うん、よいしょ。
俺携帯電話持ってないから電話できない。うん、冷蔵庫はもうないね。よいしょ。じゃあ出ますか。田舎の警察の人の方が優しいよ。あと、心霊スポットだから慣れてるんだよ。その、なんつうの。こういう対応っていうのかな。もう有名スポットだから。携帯ないよ、俺。携帯番号持ってない。帰ります。どうしようか。もう一箇所、心霊スポットあるんだけど、行く？ここが、セーブポイント、セーブポイントでした。ねえ、せっかく600人来たけどね、しょうがないね。まあ、通報入っちゃったんで。人気感じると思ったけどね、お化け出るかーって言われた。出ましょう。小坂駅行く？歩いて行ける？小坂駅行く？いやー、ここに泊まる予定だったからさ、まあ、しょうがないね。帰りましょう。ごめんね。花火くれた人ごめんね。うん。よいしょ。よいしょ。俺のせいじゃないよ。通報中に言ったよ。よいしょ。通報すると配信が壊れるっていうのは分かってることなんだから。お坂池も怖えんだよ。ほら、俺こっちから来たから車ないじゃん。ないでしょ。小坂池歩いて何分ぐらいかだろう。うん、ごめんね、みんな。みんなごめんね。うん。そうなんだよね。祝電するとね、まあ、こうなるっていういい例だったね。うん。いや、違うっぽいって言ってた。まあ、慣れてるから、警察の人も。近隣住民がって言ってたけど、違うでしょ。だって騒いでないもん。だって近隣住民って近隣にないんだよ、ほら。わかる？近隣に住人いないんだよ。わかる？近隣住民って誰のことっていう。騒いでたって言っても家がないんだもん。近隣に。ラブホ街だから。どこに近隣があるのよ。どこに住民がいるの？わかる？いないでしょ？いないでしょ。近隣住民が言いようがないんだもん、ここ。近隣がないんだって、本当に。俺嘘ついてないよ。あるとしたら、このラブホ？ラブホだけだよ。でもラブホがさ、こんな山奥なんだよ。さっきやってたの、ずーっと奥の方だから。そう、近隣住民からクレームなんて来ないよ。高速道路があんな奥に見えんだもん。まあね、私有地だからしょうがないね。あ、警察官だ。うん、まあ、どんまいだね。よいっす。じゃあ、はい。前の、習志野ナンバーの方は、別の人、あ、帰ってた。あ、わかりました。お疲れ様です。すいません。今中継やってる？やってます、やってます、今。はい。はい、すいません。じゃあ、帰りますんで。向かい来るんですか？迎えは来ないです。歩いて帰ります。やっぱネットで心霊スポットっていうことで。そう、僕、日本中を旅してるんですよ。二日目なんですけど。で、1万人のこの見てる人に会いに行くっていう企画を今旅人でやっていて。で、じゃあ、お化けに会いに行けと、言われまして。はい。すいません。まあ、でも出ないです。若い頃刑事でさ、はい。殺した、殺人事件あったんでしたっけ？そうそう、その二人を知ってるんだけどもさ、だから、まだね、うん、だけども、ちょっと噂が飛びすぎてるよね。まあ、有名ですからね、テレビで、トンネルズとかが昔やったりとかして。かなり昔ですよね。かなり昔ですね。小坂池とか。そうです、そうです。はい。まあ、はい。地元の警察としては、そうですよね。静かにお願いしますっていう、はい。そうですね。すいませんでした。見たけど、はい、もうね、光がバレバレなんですよ。人がいるって。ああ、そうなんですか、うん。そうですね。結構人が来るとライトがすぐあったんで。はい。すいません。はい。お疲れ様です。夜分遅くにすいませんでした。失礼します。
しようかな。ここだもんだって、住民いないでしょ？わかるでしょ？こんなに広場になってんのよ。まあ、お騒がせしちゃったからね。警察の人には。どうしよっか。参ったな。まあ、ラブホがあるだけだね。こっちから入ったのか、さっきの子は。さっきの子はこっちから入った。うん、ラブホテルいくらだろう？安っ !3300 円。5000円で宿泊できんだ。安っ新宿なんか2万かかるぜ。安っあ安っまあ、まったり行こう。ラブホテル。ここいくらだ？夕方6時。平日、今何時だ？ 1 時か。でもまだ放送見たいでしょ、みんな。みんな放送見たいよね。まあ、宿泊ここにするか。歩きます。まだね、これじゃ納得できないよね。いや、新宿のラブホは1万8000円とかからだよ。2万2000円とか。そうでしょ、3300円の休憩で2人でってことよ。まだ見たいよね、放送ね。見たい人手挙げで。寒いな、しかし。ローカさん本物だよ、昨日泊まったの、ローカさんの家に。じゃあ、体張りまーす。安いね。お坂池ってどっち行けばいいんだろう。誰か案内できる？誰か案内できますか？何もねえな。どうやって向こう側の道路出るんだろう。こっから来たっけ？左側に行った？向こうか。Google マップは放送中だからつけらんないんだよね。よいしょ。俺の電波が弱いから。反対方向、道路挟んで。カエルはずっといるでしょ？別に、年中いるでしょ。カエルの音怖いよね。ごめんね、楽しんでくれてた人。あ、道があった。道があった、あった。ここ右？大通りに出ますね、とりあえず。ていうか、だったらさっきの若い子に送ってってもらえばよかったな、どっか、車で。左側がインター、右側がインターの方だね。寒い。田舎だから開けてるから。寒いよ。国道出たら左ね。右がね、高速の方だから左行こう。配信者だからね。一人で行かないと。もしよかったらフォローしてくださいね。よろしくお願いします。日本全国旅配信してます。1万人リアトするまで帰らない企画やってるんで。もしよかったらフォローしてください。左にファミリーマートあるけど、左でいいのかな？左で OK？ コウモリ？二日目だね、今。札幌で待ってます。おー、トビーさん、いらっしゃい。真っ暗だよ。ライト消したらこんな感じだもん。フォローありがとう、悪魔くん。フォローありがとう。寒。さて、どうすっか。ファミリーマート方面に向かう。了解です。ファミリーマート方面に向かいます。よいしょ。
もうちょっとね、全部は見たかったね。全部見たかったな。 1.2 キロぐらい。じゃあ歩けるね。九州はまだ先かな。とんがりボイスさん、風船ありがとう。アイテムありがとう。そう、殺人事件のバラバラの現場ですね。3年ぐらい帰ってこれないかな。しかしなんもねえな。あ、聞きたかったんだけどさ、千葉県って歩きタバコ OK なの？携帯灰皿持ってるんだけど、タバコ吸っても大丈夫なのかな。東京は歩きタバコダメなんだけど、千葉ってどうだったっけ。灰皿は持ってる。家賃払うよ。ブラックバス釣りで有名なんだ。ありがとう、ホラフキンちゃん。東京以外 OK だっけ？ネカフェっていうか、まあ、目の前見る限り、あそこにファミリーマートがあるだけだからな。何もないから。反対渡ろうか、じゃあ。信号向こうだ。大阪にも行きますよ。OK、マロンちゃんありがとう。ナビありがとう。ファミリーマート向かおう。残念だったね。もうちょい続けたかったね。もうちょい続けたかったけど。島根にも行けますよ。うん。いや、別に配信乗っけてなくても吸わないけど。ファミリーマートに灰皿あるかな。車も全然ないね。まあ、でもしょうがないよ。繁華街じゃなければ吸っても OK。 お団子ありがとう。まあ一応マナーだからファミマで吸います。どうしよっかな、帰り。この辺駅あんのかな。信号変わんねえし。どうしよう。参ったな。せっかく9000円もかけてライトとか全部買ったのにな。いや、帰り何にも考えてない、俺。うん。何にも考えてないんだよね。だから、いや、帰り待ってて送るよって、アンズさん言ってくれたんだけど、スーさんと。スーちゃんさんとアンズさん、夫婦なんだけどさ。いや、待ってるよって言ってくれたんだけど。ヒッチハイクいいかもね、夜中の。駅もっと先、どれくらいかかる？駅。うん。旅資金はあといくらあんの？全然ないよ。ただ、ステッカーが今18枚売れてるから、1万8000円はまだ手つけてない。あと、ロハコさんに1万円貸したから。うん。結構厳しいけど、まあ余裕あるよ、まだ。うん。まだ余裕ある。あ、駅に行っても電車ねえか、今の時間。ヒッチハイクするか、じゃあ。ヒッチハイクすっか。しょうがねえ。ヒッチハイクしようね。ああ、キムコさん、モグリン、ありがとう。一応ね、来てくれた時だけ、ロムの方もね、ワドツーって挨拶だけしてくれると嬉しいですね。ロムでも全然構わないですけど、挨拶と入るときと出るときに挨拶もらえると嬉しいです。ヒッチハイク向いてるかもね。インター近いし、インターでヒッチハイクいいかもね。うん。まあ、ねえ、院長さん、そうなんだけど、一応ほら、500人見てるわけだし、
そういうのも大事でしょ。うん。はい、ワード2。ご飯は、一応ね、なんだっけ、電車で、カレー食べたけど、電車で移動するときに。はい、ワード2、みんな。ワード2。ほら、誰が見てるかなっていうのを分かると嬉しいじゃん。今日こんな人が見てくれてるとか。今日誰がいる？彼がいるって。そっからめっちゃ遠い？まあそうだよね。インターでヒッチハイクするか。なんもねえもん。全部畑っていうか、沼だもんね。たまごっぺさん、せいじさん、にゅーたろうさん、ともちゃんはどつ？ともちゃんいつもありがとね。頑張ろう、頑張ろう。お、アンズさんいらっしゃい。通報入っちゃったよ、アンズさん。こっから何すんの？お茶会見に行く？とりあえずファミマ向かってるけど。初見さんいらっしゃい。もし面白かったらフォローしてね。日本全国旅してリアトツの旅やってます。ミュールはどつ？新年配信は通報入ってダメだって言われちゃったね。うん。まあまあまあ、でもいい映像撮れたんじゃん？高画質で。高画質で。怖かったー、マジで。しっかしま、旅っぽくなってきたな。ロハコさん家から急展開だな。千葉、空が広いね、やっぱり。フォローありがとう。あ、なんだっけ、わどつ？青ちゃんわどつ？終わっちゃったんだよ。通報入っちゃってさ。まあ、しょうがないよ。うん、ダメとは言わなかったけど、うん、でもそこで突っ張ってもね、反社会的だなって思われちゃうじゃん。しょうがないよ。オッケー。ファミマに着きました。あ、灰皿ある。空広いね。レンジャーク右。まあ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 。いいじゃん。やめようよ。結果は結果だから。そうだね、赤い部屋を見れたから、殺人事件の。フォローありがとう、ヤンさん。いきなり赤い部屋だったね。うん。ま、録画残すからさ。それか満喫かどっかあるかな。満喫かどっか、うん、いや赤い部屋がなんかずっと音が鳴ってる音が鳴ってるっていう部屋が赤い部屋だったの。要は音が鳴ってる音が鳴ってるって騒いでた部屋あるじゃん。あそこの別部屋っていうのかな。要は田舎のラブホって広いのよ。何部屋もある感じなの。うん、田舎は。ありがとう、マロンちゃん。とりあえず、お茶が池かな？まだ時間あるし。フォロワーさんせっかく来てくれてるわけだから、新しいフォロワーさんにこんな配信じゃ申し訳ないから、もうちょい体張りたいかな。東北にも行くよ。行く行く。そうだね。でも、あそこは怖いね。建物系は怖いわ。建物系は。うん、屋内の心霊スポット初めてだったから怖かった。お茶会池はこっからどれくらいなんだろう。20分ぐらいかな。神戸にも行くよ。日本全国もあるから。変なのは、俺は見てないけど、リスナーさんがノイズがノイズがってずっと言ってた。ノイズってあったの？聞いた人手挙げて。そう、赤い部屋の前の部屋、あるじゃん。同じ部屋の中の。別部屋のところにノイズがするノイズがするって言ってたけど、本当に何もなかったよ、音。
福島近いね。見てない。なんかすごい騒いでたよ。このままね、北上していく感じだね。東京、千葉、茨城、福島って行くから。うん。結構聞いたんだ。てか、聞こえなかったんじゃなくて、見てなかったんじゃない？そのシーンを。結構見たって。2キロ先か。満喫で止まろうか。ヒッチハイクするか迷うね。バッテリーの問題もあるからな。快活クラブはね、見えた。うん。快活クラブ、見えた見えた。ただ、相当車で走ったけどね。うん。そうなんだよね。田舎の方の満喫、シャワールームないから。先に小坂池見たいんでしょ？そのまま満喫嫌でしょ？もう。快活クラブめちゃめちゃ高級感あっていいよ。快活クラブは千葉とか、端っこの方にあるんだけど、バリ風の、もうマッサージシートとかも超高級なの入れてる、結構高級志向な店だよ。快活クラブは結構ね、洋服の青木だか青山だかの系列でやってんの。結構有名だよ。快活クラブ。マンボウとかと比にならないぐらいいいよ。うん。俺働いてたんだよ、実を言うと。成田の快活クラブで働いてたの。うん。愛知もあんだ、今。そこで社員やらないって誘われたんだけど、ネットワークビジネス始めちゃったんだよ、その時。そう。じゃあ行きますか。このまますぐ行きます。あ、結構有名なんだ。もう、そんな店舗広がってるんだね。なんか洋服が売れなくて、青木かな？青山だかな？その、駐車場がね、隣接してるんだよ。ゆうさん、この辺に住んでたのかな？うん。快活クラブ行ってみて、あったら。じゃあね、幕張の快活クラブがいいよ。超高層ビル群の中で。そうそうそう。じゃあ、旅続行します。九州にもある。へぇー。俺が働いてた頃、そんな店舗数なかったけどな。今、広がってるんだね。漫画喫茶は儲かるんだよ。開発綺麗だよね。俺が言ってんの不可視じゃないよね。東金の隣町に住んでたんだ。誰かこの辺に住んでる人がね、車で、どっかまで送ってくれると嬉しいんだけど。開発綺麗だよね。うん。快活、幕張の快活はいいよね。よいしょ。どうすっか、小坂池か。エロ動画でオナニーするジジイがいて、若い女の子が嫌がるんだよ。うん。ガラガラって開けるとオナニーしてるとかさ。家出した時は快活。真っ暗だな。名古屋にあんのかな？わかんない。快活クラブで検索してみて。真っ暗だな、おい。普通の道路も街灯が全然ねえわ。さすがに、普通に歩くのにライトが必要なレベルかよ。バッテリーはダメだね。パソコンあと2台持ってきたから。トルコライスでしょ。トルコライスね。カツカレーに、トマトスパゲッティ、ミートソース。トルコライスが有名。うん。いや、そうなんだよね。ビデオ個室と勘違いしてる親父がいっぱいいるんだよ。あと、家出少女と、なんかパコってる若いおじさん？いわ、遠行みたいなのもいっぱいいるよ。警察呼んだ方がいいかな、みたいな。10代の子とかね、家出少女を止めてあげて。中でパコってんの、フラットシートで。モーニング安いからね。カレー、190円だっけ、カレー。闇深いよ。
ラーメン、チャーハンも美味しいね。チャーハンうまいよね、冷凍だけど。ハイカツはうまいよ、唐揚げも美味しいし。バス停があるの？いや、金ないんでしょ。金ないんだよ。金がない。チャーハンうまいよね、ハイカツの。ソフトクリームも食べ放題だし。ハイカツはいいよ、値段も高くないし。うん。よし。企画が潰れちゃったか。すごいね、アメリカみたいな車線だよね。どうしようかな。大阪池って看板がある。バス停があったね。バス停発見です。大阪池入り口、大阪池入り口だって。ここさ、こんなわかりやすいの？ここで合ってる？小坂駅入り口ってこんなわかりやすいの？ここで合ってる？これどうやって行けばいいんだろう？このバス停からどうやって行けばいいかわかる？誰か教えて。小坂駅入り口です、今。わかる人いますか？活魚もやってるよ。400メートル。まだ先？大通りから。どうしよう。どうすればいいかな。トレさんいらっしゃい。右の路地に入る。後ろのか。じゃあ路地入るよ。行くよ。これだよね。右の路地。プロリスナーさんありがとう。こっち合ってんのかな？時間バスの時刻表ね。わかりづらいんだよね、そうそう。わかりづらいんだよ。ピンボケがすごいな。ちょっと待って、ピンボケ直す。ピンボケ直んねえな。よいしょ。あ、バッテリーなくなるって。マジか。今何時間放送できた？バッテリー切れるわ。バッテリー切れる間に行きたいな。ドン付き左。オッケー。ドン付き左。なんで歩いてるかって、お金ないからだよ。うん、フォローしてね、Jさん。この辺は全員知り合いだろうな。何丁目の何々さんとか。じゃあみんな充電落ちたら次枠で会いましょう。充電落ちたら次枠で会いましょう。お疲れ様です。
フォローしといてください。次枠はおじゃが池です。電柱ねえと見えねえ。ライトないと見えねえな。遠いな。え、大通りに出ちゃう？嘘。ほんとだ。こっちじゃなくない？小坂駅は照明ないよ。行ったことあるもん。え？これ合ってるんだ。ご飯はね、来る前にカレー食べた。寒いっすよ。T シャツ1枚なんで。行き過ぎ？ようちゃん。逆か、戻るね。疲れるけどね、これが仕事だから。うん。ななこさんいらっしゃい。面白かったらフォローしてください。フールさんいらっしゃい。いやいや、あったかかったから家出るとき。フォローありがとう。戻って T 字を、右？ T 字路。T 字？俺、ちなみに言う心霊配信者じゃないかんね。これ突発企画だから。あ、バッテリーがねえか。バッテリー切れたらごめんね。フォローしといて。日本中を旅してます、僕は。日本一周してます。で、突発的に近くに心霊スポットあったんで、向かってる感じですね。満月だね。フルムーンだね。ほら。フルムーンです。ああ、ボケた。ピンボケしちゃった。1万人に会うまで続ける企画ですね。これを右か。この細い方か。これだね、多分。頑張ります。満月綺麗だね。九州も行くよ。北海道も行くよ。バッテリー切れるからフォローしといてください。バッテリーチェンジに時間かかるんで。何にもねえな。星が綺麗だな。くっそ、星が綺麗だ。空気もいいし。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。